バイ。かんさん10ありがとうございます。しんじいちゃんさん目ありがとうございます。眠た、眠たいしお腹も空いたし、おかやさんありがとうございます。画質悪いのはいつものことだ。はるみさんファイトありがとうございます。寝たいけど寝れないんだよ。寝れたら寝るよ。あみんちゃん雨ありがとうございます。だっちゃんさん雨ありがとうございます。こんばんは。こいちゃんありがとうございます。たっちゃんさんじゅうありがとうございます。こんばんは。レム太郎さんじゅうありがとうございます。そう、とりあえず明日ん、そう、明日でリハは終わる。きょうさんじゅうありがとうございます。明日までリハは、ご飯を食べたらもうご飯は食べません。寝ます。こんばんは。やることをしてから寝ます。わー、たっちゃんさん星ありがとうございます。昨日はね、でも言うてそんな遅くまで起きてなかったと思う。うわあ、高野さん10ありがとうございます。こんばんは。写真撮り合いっこして、そう、今日のリハでやる曲で覚えないといけない曲があったから、そう、それ覚えてって感じ。梅津一音さんくんありがとうございます。こんばんは。モンジさん雨ありがとうございます。マルチさん雨ありがとうございます。そう、昨日の夜にハロウィンの写真と今日のなんかよくわかんない昼頃にその生写の写真をインスタに2つ投稿したので見てね。言ってしまえば同じね、1日に2つ投稿したって感じだけど、まあ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 夜な、ちょっとね、日付変わってちょっと過ぎたから昨日とねカウントしてもいいよね。バーチさんありがとうございます。さっちゃん星ありがとうございます。カニみそさん10ありがとうございます。さが一緒、明日気をつけて。そう、ちょっとハロウィンの写真だしと思って31日に近い、できるだけ31日に近い時間にあげようと思ったらすごい夜だった。パパさん完了しました。ありがとうございます。パパさん星ありがとうございます。七七さん雨ありがとうございます。快速特急さん星ありがとうございます。こんばんは。わあ、昨日さ覚えようと思った曲をさ、ちょっと何日前からかずっとね聴いてたわけですよ。まあ昨日一昨日今日たくさん聴いてたわけですよ。ちょっと覚えなきゃと思った。ずっとそれが頭の中に流れてる。やめてくれやめてくれはるみさんありがとうございます。歌わないんだけどさ、歌うことはないんだけどさ、
ずっと頭の中が流れてるの。練習さ、家で練習するときも聞くやんね。で、今日リハでその曲なんかかれこれ 3,4 回ぐらいやったんですよね。ね、アリスンジュありがとうございます。もうねお腹。高野さんからありがとうございます。もうその曲しか流れてないの今。昨日から。バウチさんお疲れありがとうございます。たるみさん雨ありがとうございます。こんばんは。うわー、一回ね落ち着きましょう頭の中で。も今日この後も練習するからまた聞くんだよ。曲が嫌いとかじゃないの、頭にずっと残るのね。だからさ歌いたくなっちゃうじゃんね、そんなことされたらね。すっごい歌いたいこんばんは。すっごく歌いたいな身についてさ、身についてはいるんだけどね。いいんだよ、身につくのはいいんだよ。今日も量、今日は多分もうリハしてボサボサになったからじゃない、うん、戻ったりするとね髪の毛がボサボサになっていっちゃうんだけど、ちょっともうそのまんま昨日の全身写真はないです。全身は撮ってない、全身は撮れなかった。あうめスイッチャーさんからありがとうございます。これ何パーカー、何パーカーだろう。去年からいっぱい着てるパーカーです。杉太郎さんミラーボールありがとうございます。メンスイッチャーさんバラありがとうございます。白いやつ、白いやつは見ればわかるかそう、去年からね結構たくさん着てるパーカー。でもやっぱさ、やっぱいっぱい着ちゃうとさ毛玉立っちゃうんだよね、悲しい。なんかこういう感じのまた買わない。歌ってください。ごめんなさい、歌いません。カラオケ配信もしません。歌いませんし、しません。そう、サイズ大きめ。でもそう、なんか去年から着すぎて、すごい毛玉が立ち始めてるの。困っちゃう。パーカーの紐、これもともとそう紐ないんだよね。なんか紐ありそうだよね。もともとね紐なかった。ここにありそうなんですけど、ナッシングでございます。M 太郎さん、ありがとうございます。昨日はねリナチと一緒だったしコスプレもしてたけど、今日はもう一人だしすっぴんだし、そんなあと眠たいし。しないしない。普段もしないけど。しんじいちゃんさん手紙ありがとうございます。毛玉取りのやつしてもなんかね途方に暮れそうなぐらいね、なんかね毛玉がね、そう赤ちゃん毛玉が多分いっぱいいる。おお、うん、パパさん雨ありがとうございます。そう、おしゃべり会ね24日の3部がすごい最近、そうなんかもうすぐかん、なんかねもうすぐとかね出てきたんだね。そう、もうすぐ完売みたいな感じらしくてありがとうございます。24日イブ福岡で、そう3部の他にももう1部あるのでお待ちしてます。こんばんは。
ね、なんか今回のシングルだよね、シングルからだよね、なんかもうすぐなんか残りわずかみたいな。はるさん、たこさん、ありがとうございます、こんばんは。まあでもまあ他の日とかも23日とかもありますので、あとオンラインとかまだまだありますのでお待ちしてます。今回のシングルは会場でおしゃべり会だから前回と一緒だから、そういうね、そう、まあまあわかんない、あのね、みんなのみんなと、でも前回途中からさ、何、杉太郎さん、ピラミラーボールありがとうございます、ヒーカーさん10ありがとうございます、なんだっけシートみたいなのがさ前回途中からなくなったから、今回はねそれが最初からないかもね、どうだかどうだか、ねえどうなる感じでしょうか。でもあのシートがなくなったからみんながマスクしてても全然声が聞こえる、一枚でこんなに変われるのか、一枚でこんな変わるのかってぐらい、もうねもうすっごく声が聞こえる、そう。うん、全然なんだろう、ってならない。あ、たもちゃんさん10周年ありがとうございます、そう、あのシート相当分厚かったの、多分音を多分綺麗に遮断するシートだったのかな、すごい、あの時はもう一回言ってっていうのがちょっとあったんだけど、あのシートなくなってから全然そういうなんかもうバッチグーって聞こえる。12月始めました、お、お待ちしてます、あのシート防音シートなの。ダメじゃん。すごく向いてないじゃん。でもそう、それがなくなってみんなでもマスクしてたじゃん、あの前回の時すごい聞こえた、からマスクしてたらあんまり声聞こえないかもっていう心配はね全然なしでございます。ミスターホワイト30ありがとうございます。まあね、わかんない、みんなのね、あのシートでのね、シートありでのお話し会でみんなの肺活量や声量が鍛えられたのかもしれない。こんばんは、マスクね、曇る、あ、でも私がね使ってるなんかこういう形のマスク、こういう形のマスク、あの曇らない、すごい目の前にあったなんかこういう形のマスク、私この形のマスクするてメガネするんだけど曇らないあんまり。うん、あんま曇んないかな、普通のマスクよりは曇らない。うん、なんかこういうマスクによると思うけどね。1323日ありがとうございます、1323ありがとうございます、しんじちゃんさん花束ありがとうございます、おめでとうありがとうございます、まさっちさん10ありがとうございます、パパさんバラありがとうございます、いいよなんかこういうタイプのマスク。もうなんかこういう形のマスク、こういうマスクとかより全然曇らない、ありがとうございます、あざらしポンポンさん雨ありがとうございます、タタタンタン30ありがとうございます。それにね出会ってからね割とね曇るなーと思うこと減った。
私もそう、朝早い時とかコンタクト入れるの嫌だなと思ってメガネしていくんですよ。メガネしてる時とかすっぴんとか、そう、私すっぴん嫌だからマスクするんだけど、そう、あんま曇って困るなと思ったことない。おすすめ。こんばんは。あ、そうですね、11月もよろしくお願いいたします。そうじゃんそうじゃん、ラピクミンです。11月はさ、コンサートとか周年とかあるからさね、あっという間に過ぎちゃいそう。あーな気がしますけど、11月も楽しみましょう。マスクする頻度はそんな変わってないかも。顔見られるの恥ずかしい。こんばんは。いつかのパジャマ、お待ちしてます。久しぶり。パジャマちょっとほらいいのって言ってね。こんばんは。ねえ、11月も楽しみましょう。もうね、でも周年がね、周年までって結構なんかさ、リハとかやってさ、ブワーって毎日が過ぎてるさ。そうイメージだから。でもさ、周年が終わったらもうさ12月になっちゃうじゃん。あっという間だよね。ねえ、一年中ものはあっという間だ。ネイルは今自分でしてる。もうそろそろ変えなきゃいけない。伸びてきた。どうしようかなっていう気持ちです。はるみさん、バラありがとうございます。りょうたさん、十ありがとうございます。ミスターホワイトさん、星ありがとうございます。まあ、私はシンプルにマスクする理由はね、すっぴんを見られたくないっていう、すっぴんはね、人様に見られたくないっていう、そんな理由です。どうでしょう、ハウス、確かにハウステンボス、どうだろうね。カウントだ。今はフィルターがあるから気にならない。そう、あのショールームさんというものはね、ありがたいことにフィルターというものがございまして、あ、すっぴんのように見せかけてのすっぴんじゃないっていう。だからね、いいんだよね。一応そう、なんかメイクはしてないんだけど、フィルター越しだから。いいんすよ。いいんすよ、いいんすよ。気にならないんです。ゴリラヨッシーさん、ありがとうございます。お菓子、ありがとうございます。HKT 超絶おじさん、クマ、ありがとうございます。そんなに違うの、つらやくわかんないけど。わかんない。パヤ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 、お風呂によひひ。フィルター消すことは絶対にしません。はい。絶対にしません。こんばんは。そうね、マスクってさ、意外とそういうとこね、ありがたいよね。ちょっと隠せるからさ、もう絶対にさ、今日マスク外さないと思ったらね、いいもんね。ご飯食べる予定とかなかったらさ、ずっと隠してられるからね、いいよね。わかる、そういう理由でつけちゃう。
こんばんは。水曜日か、水曜日だね。やん、週の真ん中ですって。ぽちゃん10ありがとうございます。今期は何曜日に見てるドラマ、確かに確かに分かんないかも。てかね、今期のドラマまだね1個しか見始めて、いや2個見始めたかな。録画はしてる。いや3つ見た3つ見た。ゴーちゃん10ありがとうございます。見た見た、3つ見始めました、今期のドラマ。うん、そんな気がする。3つ見てる今で。まだ見てないのが2つぐらいあるかもまだ録画だけしといて、そう、1話も見てないやつが2つぐらい、あ、3つぐらいあるかも。パリピ孔明見てない、下克上見てない、フェルマーは録画だけしてるね、たとえあなたを忘れてもっていうやつを、それはもう2話見たのよ。そう、それは2話見たの。それ結構ちょっと切ない系の話なんだけど。ミスターホワイトさん、雨ありがとうございます。あともう一個ちょっと切ない、なんだろう、一番好きな花だっけ、それも1話見たの。そう、その多部さんのやつ1話見て、私たとえあなたを忘れてもっていうやつは追いついてるの都市林大佐さんハートありがとうございます。あとなんかね、もともとね、何回かね、ちょっともともと漫画読んでて、でなんかドラマになりますってやつ、あ、なんか100日後に死ぬ彼女だっけ、それ100、なんか人のよ100日からの余命が見えちゃうみたいな人がいて、そしたらなんか付き合った彼女が出てくる、あと99日みたいな数字がここにバンって出てくるっていう、あの、もともと漫画、そう、もともと漫画で漫画を見てたから、あ、ドラマが始まるんだと思って、そういえば漫画最後まで見てないと思ったからドラマ見始めました。こんばんは。そう、それ、私漫画完結最後まで行ってないなと思ったから、そう、でも今回ちょっと切ないね、なんか結構切なめが、今私が見てるの結構切なめが多い。あれ、100カレっていうの、100カノ、はい、カレ、彼女だから100カノかねえ、ちょっとしっとりそうよね、多いよね。あとは録画だけして見てないのがありますとりあえずこの3つかな、私が今見てるの、今期のドラマ。まあ確かに漫画とドラマ違う、確かに違うこと結構あるよね。ドラマはだってね、短い時間というかね、短い話でね、ギュッてね、まとめようとしてるからさ。そうだよね。まあでもちょっと、まあ
それなりにどんな感じになったのかなっていうのが知れたらいいかなね。嬉しいなと思ってもう見てますね、そのドラマ。そのドラマも1話見たかな。ビバンはね、この前お母さんと見て、何話まで見たかな、途中まで見たゆっくり見てます。やっぱビバンはね、人と見る方がいいっすね人と見ないとちょっと私はドキドキしてびっくりしちゃうから。こんばんは。私はね、幼い頃からドラマが大好きな人だったので、そう、毎期っていうの、そう、ドラマを楽しみに生きてます。ちょっと今期はあんま追いつけてないけど、たくさん見るぞーの気持ちです。マイクールっていうのか楽しみにしております。かなり結構ドラマは日々の楽しみの一つでございます。新しいポンポンさん、ありがとうございます。こんばんは。楽しいよ。そう、容量ね、どんどん減っちゃうから早めに見なきゃなとは思ってる。なんか朝ごはん食べるときとか基本的にご飯食べるときしかテレビあんま見ないから、今特に何ならご飯食べるときも何見てんのって感じだから、マイセカンドとこたつ、あ、どっちも録画はしてるよ録画はしてるよって一応ね、いつでも行けるようにはしてるいつでも、そう、いつでも見始めれる準備はしてる。録画してるから、いつか追いつくから待っててアフロユージさん、バラありがとうございますいつか追いつくからね、お待ちよ。こんばんは。夏のドラマは消化したよ。だからまあ前のクールで言うとビバンがまだ消化できてないぐらいで、あとは全部1418とか真夏のシンデレラとかその辺も見てたんだけど、その辺も全部見ました。確かに録画ぶっ飛んだら私多分ね、半泣きになっちゃう私結構そういうね、ドラマとかを生きがいに生きてる人だから、録画消えちゃうと、そう、半泣きいや多分今録画消えたら疲れてるから多分全然涙出てくると思う疲れてるからさ、情緒がさ、もうおかしいわけですよおかしいじゃないか、まあなんか動きやすいじゃん、疲れてる時って情緒が。今録画機だよ、私多分半泣きじゃない、泣いちゃう。やすくにさん、10ありがとうございますちょっと発狂しちゃうちょっと発狂しちゃうね。これはヨッシーさん、ありがとうございます。見なきゃ、見よう。あと、そう、あれだ、あの希望の力っていう、あのプリキュアの大人プリキュアって言って、私たちが見てたプリキュアが大人になってからの話があるんだけど、それもね、録画して1話だけ見たの。
まだね、あとは見れてないんですよ。優しくするのありがとうございます。そう、なんかいろいろ録画はしてるんだよね、面白いよね。いろいろさ気になるからさ録画だけはしちゃうんだよ。東京リベンジャーズのアニメとか録画してるもん。よりは今のところ大丈夫。そう、バラエティ番組もね見る。だいたいバラエティ番組リアタイで見ちゃうかも。ピッピ30ありがとうございます。そう、東京リベンジャーズ、私さ、あの映画まで、そう、映画のそのさ、ハロウィン の、 あの前編後編までしか知らないのよ、話を。だからその先気になっちゃうじゃんね。映画ありそう、あるけどさ、なんか待てないじゃんと思って、アニメ録画してみたんだけど、なんか映画より進んでそうな匂いがするんだよね。なんか東京リベンジャーズの映画ってすごい漫画をなんかすごい綺麗になぞっていってくれてるんですよ。なんかよくさ映画にしますとか言ったらさね、ギュッてしがちなんだけど、結構割となんか綺麗にそうなぞってくださってて、だからそう、私みたいに漫画もアニメはまあちょっと見たんだけど、漫画とか見てないですよっていう人にもちゃんと、そうちゃんと伝わるぐらい綺麗になぞってくれてるから、そうそうそう、ほぼそう、ほぼ一瞬みたいになぞってくれてますので、ありがたいことにね。そうだから、そう、映画終わった後の話も知りたいなと思ってね、そう見ようかなと思ったんだけど、ワンチャン映画のその映画の終わりがここだとするじゃん、この辺のアニメやってるかも。私多分ここ知らないなっていう部分ありそう。そう、あれ、私この部分知らないかもって部分が出てきそうだから見れてない。そんな感じ。おもんない人さん、くまとじゅ、ありがとうございます。そう、結構進んでるよね。え、ね、私多分空白の東京リベンジャーズあるよね絶対。どうしよう。漫画見てないのよ。なんか無料で読めるとこまでは漫画見たんだけど、ちょっとこっから課金ですって言われたから。しょんぼりしてます。で、アニメ見る、いろいろ溜まってる。でも私はそう、一つ多分ね、お金をかけてしまったら漫画にね、多分もう何とも、なんだろう、もうね、やめられない、止まらないになっちゃいそうだから、そう、意地でもゲームには課金しない、ゲームというかあのアップルミュージック以外しないと思ってる。アップルミュージックと LINE スタンプ以外しないと思ってます。はい、多分絶対私沼とも、多分沼のうんって入っちゃって、そう切りなくなっちゃう自信があるのよ。偉いでしょ。逆にここで止められてるの偉いと思う。だからそう、絶対に私は LINE ミュージックじゃねえや、アップルミュージックと LINE スタンプにしかしないっていうのはもう決めてる。あとあの任天堂スイッチのオンラインのやつ以外はもうしない。そう、一度しちゃうとね、気になくなっちゃう。こんばんは。ラインスタンプいるじゃん、かわいいじゃん、かわいいスタンプ欲しいじゃん。ちょっとかわいかったりさ、ちょっと癖あるスタンプ使いたいから、ラインスタンプはちょっと、うん、少々かけます。
いつまで我慢できる。でも結構ね、携帯持ち始めてからだいぶ経つけど我慢できてるよ今のところ。あ、まあネットフリーとかはねするけど。そうね、そんな感じよ。ただたんたんさん、雨ありがとうございます。 LINE スタンプはいいよ、大丈夫。そんな LINE スタンプいっぱい買わないもん。そんなね、そんな爆買いしないじゃん LINE スタンプ。でも漫画とかだったらもう爆買いしまくれちゃうじゃんね。やろうと思ったらね、いくらにもいくらにでもね、なっちゃうから。スタンプ、あ、確かちょっと癖強いの作りたいな。え、癖強いの作りたいな。癖強いのもいいし、可愛いのも好きだし、どっちも好きだよ。どっちもなんか使ってる。あと敬語のやつとか、ありがとうございますとか使いやすそうな敬語のやつとか使ってる。承知しましたとか、お願いしますとか。使いやすそうなのも買ってるし、いつ使うんこれみたいな癖強いのも持ってる。こんばんは。ありなちのスタンプも持ってるよ。あと小田さんのも持ってる、使ってる。りなちのよく使ってる。ハッピーバースデーとか、オッケーとか、好きとか、よくみんなちの使ってるクリコちゃんのスタンプ。あれ多分ね、私が一番使ってる自信ある。あれ多分ね、私ね、そうクリコちゃんスタンプ会、そんなの知らんけど、クリコちゃんスタンプ会で一番使ってる自信ある。あたいが一番使ってるよっていうね、自信がとってもあります。使いやすいよね。人間強く使う。私よく好きとかチューとか使う。あとおめでとうって、あのお祝い、お誕生日おめでとうの時、おめでとうの時とかにおめでとうって使います。こんばんは。いい、使いやすいよね。ありがたい。そう、あのオンラインはね、そう友達と通信するときしか入んないですね、スイッチのオンライン。ああ、そうだ、おはようってあんま打たないかも LINE。 そうそうね、そもそも LINE でおはようって会話あんましないかも。おやすみもあんま会話しないかも。やっぱその分かりましたとか、その OK とか Thank you とかね、そうそっち系が一番使うかもね。うん、丸とかはいとか、そっち系がね多いかな、使うの。やっぱ LINE は起きてることが多いですね。うん。あとペコリとか、あの小田さんのペコリは私、ね、使いまくってるよ。あれ、私が一番使ってる自信ある、ペコリ。小田さんのペコリは多分私が一番使ってる。いい30ありがとうございます。スタンプ大体何個セット、なんか物によるよね。すごい大体50コインでいっぱいあるやつもあれば、50コインでもちょっと数少なめだなっていう、なんか本当に物によるって感じだよね、何個セットかっていう。なんかそうアニメーションとかがつくと100コインになるよね。
そう、私ラインスタンプ大好きだから。ラインスタンプとっても大好きだから。なんか着せ替えはあんま変え、着せ替えは変えたりしないから、そう、もうスタンプへのね、すごいですよ、もうスタンプ大好き。使いやすいしね。ね、最後なんかね、既読つけて終わるのだけ嫌だなっていう時とかにペコリって送って。いいっすよ。ちょっとな、ちょっとこれね、気になるなと思って、ペコッと送って。ラスプッチンさん10ありがとうございます。どうだろう、スタンプだけで会話できるかな。でもできそう。でもそんなに量は持ってない。こんな言っといてあれだけど、そんなね、量は持ってない気がする、スタンプ。こんな言っといたらあれだけショールームスタンプ機能、あー確かに、確かにスタンプ機能あったら、でもスタンプ機能あったらさ、もうさ、みんなさ、なるほど、オッケー、わらとかにしてさ、もうね、もうみんなスタンプで返してきそう。うん、コメントしてくれる人が少なくなりそう。みんなが、え、それだとか、なるほどとか、オッケーとか言って。誰も文章をね、その文字を送ってくれる人いなくなっちゃいそう。なんかこんばんはとかのスタンプがあったらいいのかな。あ、でも固定のやつあるか。バーチさん、いいね。ありがとうございます。そうじゃん、今日、そうじゃん、11月だからさ、博多駅のさ、イルミネーション今日からだね、点灯。ピカ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 、今日からですって。見に行きたいな。見に行こうと思わなくても、まあ全然前を通ることいっぱいあるんですけどさ、行きたいな。なんかはぁって気持ちになりたい。ただたんたんさん、 ありがとうございます。確かに好きなスイッチさん見たかったな。ね、ホットココア。あ、でもクリスマスマーケットはまだなんじゃない？もうちょっとあと。ポッキー？あー、そうじゃん、ポッキーじゃん。あ、私昨日食べなかったポッキーがあるよ、まだ。机の上に置いてた。ポッキー。まあ、私ポッキーの日の準備できてる。ぶっちゃぶ。一番好きなポッキー。私いつでも、いつポッキーの日が来ても大丈夫。賞味期限も全然大丈夫。最近買ったやつだし。そう、りなちに食べあげるよっつったら、あの、いっぱいお菓子あるから大丈夫って言われた。持って帰りました。うん、これが一番好き。でもプリッツも好き。
だから11月11日までにあともうちょっと種類増やそうかな。プリッツとか、あといちごソーイチゴ味とか、なんかキャラメルっぽいやつとか、いろいろ美味しいやつがまだ他にもあるので、11月11日は何してるかな私ねえ、ポッキー食べながら配信したいな。何してるか分かりませんでした。はーい、確かに50本も入ってんだね。一袋50本、100本もあんの？え、本当に言ってる？え、25、25じゃなくて50、50ってこと？すごっ、めっちゃ入ってるじゃん。25、25かな、数えたことないな。え、25、25？ でも25、25でもすごいね。50本も食べられちゃうんだよ。あ、わかる、塩キャラメル美味しいよね。あ、そう、プリッツはね、トマトが一番好きなの。美味しい、塩味強くて大きいに合う飲み物、え、なんだろう、ホットミルクとか。今の季節だったら寒いじゃん。一日なんだろう、何してるかな、ちょっと想像つかないですまだ分かんなかった、何してるか。50は飽きるかな。そっか、確かに100は安い、確かに安いね。だって1本、そしたらね、そしたら1本 1. 何円とかになっちゃう。そりゃびっくり。ポッキーに合うお酒、へえ、わからんわからん。ポッキーに合うお酒、わからんな。何、わかんない。私が飲んだことあるお酒でわかんないか。まあ私なんかチョコに合うお菓子を、ん？違う、チョコに合うお酒を飲んだらいいんじゃない？まあ私は牛乳でいいかな私はホットミルクで十分です11時11分、学校の先生に怒られるやつだよね。時計見てさ、みんな時計見ないのって私はもうホットミルクで十分です。とても幸せです。こんばんは。今ね寒いから、そうホットにするとね、とても良いです。ポカポカ。ちょっとポッキー今度買いに行こう。スーパー行った時に買おう。ポッキー、タカさん、クマありがとうございます。アレックスさん、バラありがとうございます。トムトムさん、アメありがとうございます。こんばんは。でもさ、トッポとポッキー派って分かれるよね。私はポッキーなんだだから何ってね思うかもしれないけど、そんなこと言わないでください。うわー、ちっちゃいよ今青いたぬきさん、10ありがとうございます。3連休大阪行くの、いいの、うらやましい。トップ派、へー、私ポッキー派。これ何でも、これもさ、あのキノコとさ、何だっけ、キノコとタケノコと同様でさ、一生終わりがないよね。そう、キノコとタケノコってさ、なんかタケノコ好きな人多いよね。私キノコが好きなんだけど。ね、なんかさ。
タケノコとキノコどっちがいいって言ったら、なんか意外となんか周りタケノコが多いんですよ。私はキノコが好きだけどと思ってえ、タケノコがキノコが違う、タケノコがキノコが多いのじゃなくて、タケノコがチョコが多いの。でもさ甘いのってキノコの方がチョコ甘くない？私ずっと言ってみたいのよね。そう、チョコがタケノコよりキノコの方が甘いと思うの。私は持ちやすか、まあ確かに持ちやすいね。手汚れることないよね。チョコの量変わらないんだってよ。だってみんなどうする、変わる変わる、どっちが好きか、チョコの量変わんないんだって。甘さ違うか、知らないけど私の感覚ね。私の感覚的にキノコの方がね甘い気がするの。チョコレートがなんだろう、クッキーとかビスケットの部分が甘くないからかな。タケノコはさ、あのビスケットの部分がちょっと甘いじゃないですか。でもキノコって言うほど甘い感じはないじゃん。だからね、なおさらチョコが甘く感じるのかな。でもさ、この前さ見たらさ、あのキノコのそのだからクッキーの部分だけ売ってたの。そういうキノコのあれは何、そうチョコがないやつが売ってたの。その本当に商品としてね、誰かがそう、誰かがってしたとかじゃなくてそう、なんかタケノコのその茶色い部分だけはなかったんだけど、そうだからキノコのその茶色い部分だけを売ってるのがあったの。そうクラッカーだけのやつ、びっくりした。そうへえと思って、そっちだ。ね、なかなかね、そこの部分、キノコのそこの部分だけ食べたいって人なかなかいないじゃん。まあタケノコだとさ、そこの部分、その茶色い部分だけね食べたいっていう人はいるかもしれないけどさね、びっくりした。ハッピーターンのパウダー、でもなんかハッピーターンのパウダーってね、そのまんまで食べたら美味しくない、甘だったってはじめ社長が昔やってたよね。あのハッピーターンのね美味しい粉ね、大量にね集めたらめっちゃ美味しいんじゃないかみたいなね、昔さやってらっしゃったけどさ、なんかあれはハッピーターンのあの何あれ、おせんべいの部分がねあってこそだったみたいな感じになって、チョコを抜いちゃったキノコの山って言うんだ。抜かなくていいんじゃない。そうね、いろんな会社の方々はね頭をねひねりまくってますね、すごいよね。そうなんかわかんない、はじめ社長はそのハッピーターンの粉の部分だけを食べたらおっって感じだったっていう YouTube が昔あった気が。脱いだらキノコではないの、まあそうね、そうなるね。ローソンのロールケーキもクリームだけ、へー、なんかすごいね。なんかやっぱさあるのかな、やっぱその部分が好きですっていう熱烈なファンの方がいっぱいいるのかな。でそのキノコのその茎のところ、茎芯のところが好きですっていう人とかね、そのローソンのねロールケーキのクリームが好きですっていうね
多分ね、すごい熱い気持ちのファンの方がいっぱいいるんだろうね。ただね、ここにはいなかっただけでね、世の中見た時にいっぱいいらっしゃるんだろうね。でもいいな、クリームだけいいな、クリーム好き。雪見大福のか、あー確かにあれ美味しいよね。でもあれもさ、アイスも欲しくなっちゃうね。熱すぎるね。そう、すごいもうね、熱狂的なね、推しの方々がいらっしゃるんだろうね。あの部分が好きなんだっていうね。まあね、そう、まあ多分ね、そうね、こっちね、そういうね、熱狂的な方がいない側からするとね、いや、あって美味しいやないかってあってこそやないかって思っちゃうんだけどね。あれはね、ビスケットとチョコが一緒だからね、あんなに素晴らしいね、お菓子なんじゃないかなと思ったりするけど、思ったり思わなかったり。じゃあ今8分なので10分になったらランキング見ます。うわー、お菓子食べたくなってきた。でもそう、最近その事務所のそのレッスン、そのリハの時とかにお菓子が準備されてるのよ。だからたまに食べ、今日はね、あれを食べた、やったー麺っていう10円ぐらい、10、今だから今何円だ、18、10何円で買えるのか分かんないんだけど、ちっちゃいやつ、そう、まだあるの。そう、やったー麺っていう、なんかおじさんカッ、おじさんがカッって口開いてる、ほんとちっちゃい、なんか一口サイズ、一口でパッって入れられる、そう、駄菓子をがあったからそれ食べた。なんかやったーめんっていう駄菓子ですね。そう、なんか最近ちょっとね、駄菓子エリアがあるんですよ。そう、からリハの合間に食べてる。そう、ベビースターみたいな、そう、ベビースターの一口版、一口で済む量って感じ。そう、あ、な、教えてください、ありがとうございます。だから今日は最近合間合間にお菓子食べてる。あ、でも今日ね、あのね、そう、食べれなかったんだけど、もらってきたチュッパチャップスがあったので、チュッパチャップスをもらってきました。はい、私はチュッパチャップスが好きなので、バジャップス、あ、そう、プリン味もらってきた。はい、そう、なんかね、すごく幸せな気持ちになります。なんか早口で言ってしまうと噛む自信があるので、ゆっくり言ってます。チュッパチャップスです。そう、プリン味があったからプリン味をもらってきました。なんかいつか甘い食べ物が食べたくなった時に食べようと思います。では10分になったのでランキングを見ます。だから最近ちょくちょくね、リハの合間に駄菓子をね、摂取してます。13位キョさん、ありがとうございます。12位タッチャンさん、ありがとうございます。11位ミスターホワイトさん、ありがとうございます。10位タダタンタンさん、ありがとうございます。9位ハルミさん、ありがとうございます。
8位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。7位たっちゃん、ありがとうございます。6位パパさん、ありがとうございます。5位マルッチさん、ありがとうございます。4位クリラヨッシーさん、ありがとうございます。3位バウッチさん、ありがとうございます。2位タモちゃんさん、ありがとうございます。1位杉太郎さん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。それではゆっくり休んでください。おやすみなさい。またねー。